どうもです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回はね、この大人気のキャラバンの中からお送りさせていただきます。聞いただければね、分かる通り少しずつですが車中泊できるシステム整ってきました。そして車中泊といえば、そう、ポータブル電源です。というわけで今回はこちら、車中泊やキャンプで大活躍間違いなし、そして大変お買い得なポータブル電源ご紹介させていただこうと思います。メーカー名はモーマン、ちょっと読み方がねわからないんですけれども、ちゃんと日本にも会社があるみたいです。今回はねモーマンと呼ぶことにします。こちらモーマンパワー600、 Amazon のね販売ページによると2022年の新商品らしいです。モーマンパワー600という名前で分かりますように、 600W までの電化製品を動かすことができます。そして容量も 576Wh ということで、 600W の電化製品なら1時間弱動かすことができる、そこそこ容量のあるポータブル電源となります。また日本国内では西日本、東日本と 50Hz、 60Hz と変わるんですけれども、こいつはねコンセント挿した時点で自動で切り替えてくれる賢いやつです。 600W を超えた容量を使った場合でもある程度は動いてくれるみたいですが、このね本体自体に負担がかかりそうなのでやめといた方が良さそうです。ちなみに、いつもキャンプで使ってる 700W のホットプレートは動きました。右から主電源 DC12V、 AC100V で、主電源 AC 電源は長押し、 DC はワンタップでスイッチオンとなります。AC のコンセントは合計6口、上下の距離が絶妙に離れているので、ちょっと大きめのタップをつけても塞いでしまうこともなく、6口全て使うことが可能です。そして DC 3口に車などで見かけるアクセサリーソケットが1口、 USB が2口とパワーデリバリーの 100W の入出力端子、パワーデリバリー 27W の出力が1口ついてます。ちなみに AC 電源と DC 電源同時に使うことも可能です。基本の充電は本体側面に AC アダプターを挿して充電します。 AC アダプターでの充電は 100W 充電となり、約 7.5 時間で満充電となります。外観の、ね、説明の時にもご紹介しました、パワーデリバリーの 100W、 こちらと AC 電源同時給電することで約 3.5 時間の高速充電も可能です。超高速充電というわけではないですが、かなり早い充電時間やと思います。 3.5 時間でフル充電ということは、キャンプの朝、あ、忘れてたなと思ってもちょっと早起きすればなんとか充電することもできると思います。こちらですね、電源入れてみますとモニターがついてます。気になる購入金額はね一番最後に発表するんですけれども、この価格帯でねこのモニターついてるというのはかなり嬉しいです。まずねこちらからバッテリー容量の目安となる、よく見る電池の形のやつですね。その横には数値もパーセンテージで出ていますので、充電のタイミングなど分かりやすいと思います。そして残りの使用時間の目安、これがあるとワット数の計算をしなくても、あとどれぐらいその電化製品が使えるのかっていうのが分かりやすいです。ただねこれねめちゃくちゃ便利な機能なんですけども、あくまでも目安なんで、あと10分使えるよねと思ったら突然切れることもあるので注意が必要です。そして今何ボルトで何ワット使ってるかという表示も出てきます。だからね今使ってる電化製品が一体何ワットのものなのか分かる表示となっております。車中泊やキャンプで使いそうな電化製品ワット数まとめたものがこちらとなります。さすがにさっきも言った電子レンジやストーブ、そちらはね瞬間でワット数がガンと跳ね上がってしまうので使うのは厳しいんですけれども、いつも私が使っているドライヤーは弱モードであれば使用することが可能でした。こちらね本体容量が少なくなった時はパススルー充電といって、充電しながら電化製品を動かすという機能がついているので、車で走行中であったりとかソーラーパネルつけた状態であれば充電しながら使用することが可能です。使用サイクルも参考基準で600サイクルとなってますので、週1回月5回程度使うのであれば約10年使うことができます。これだけねさっきから褒めちぎってるポータブル電源、皆様気になるのはお値段やと思います。それではお待たせいたしました。お値段の発表です。モーマンパワー600購入時の価格は29,999円でした。このクラスのねポータブル電源で3万円切るっていうのはかなり画期的なことやと思うんです。そして見つけた時にもうこれはめちゃくちゃ安いと思ってもうすぐにポチりました。ただ一つ残念なことがありまして、もう一度 Amazon のね商品ページを覗いてみるとプラス1万円の割引クーポンがついてまして、19,999円で販売されてました。もうね、これはほんまに残念で、もうすぐにAmazon。
こちらの商品ね、リンクの方概要欄に貼らせていただくんですが、価格の変動がかなりあるので、一番安い時期見計らって買うことをお勧めいたします。最後に、このポータブル電源で使える車中泊やキャンプで役に立ちそうな低電力で使える調理器具などを紹介して終わりたいと思います。というわけで、このモーマンパワー600紹介は以上となります。この動画を見て役に立った、またポータブル電源欲しくなったよという方いらっしゃいましたら、高評価ボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴーグミゴーでした。グッバイ。それではこのポータブル電源で使える低電力の商品を紹介したいと思います。はい、こちらシガーデフライパンですね。これは 12V で動く商品で、何度かねキャンプとかでも使ってます。まあ、全然余裕で使うことができます。はい、次はねこちら電気ポットなんですけど、これもねキャンプでも何度か使ってるんですが、570W で使用することができるので、こちらもこのバッテリーで使うことができます。そしてねこちらワールドクッカーという電熱ヒーターかなになります。お湯沸かしたりちょっとした焼き物やったらなんとなくできます。スイッチオンってすると、はい、ね、だいたい 180W から 190W で動きます。 200W 近くのものを動かすとちょっとファンが回るんですけれども、そんなに気にはならないですね。そしてこちらドン、一人焼肉プレートです。これもね一応 350W ぐらいで動くようになっているので、刺してみますね。大体 350W 近くで使うことができます。これも結構余裕で動きます。そしてこちらね、いつもキャンプで使ってるちっちゃいホットプレートなんですけれども、スイッチ入れてみましょう。はい、このように700から704、705とどんどん上がっていくんで、ひょっとしたら途中で止まってしまうかもしれませんね。はい、以上モーマンパワー600の紹介でした。